永平寺町は、福井県の北部、吉田郡にある町。相当宗広本山永平寺の門前町として知られる。勝山盆地と福井平野の間、東から西へ流れる九ず川に沿って位置し、九ず川の上流川から順に、上四肥、永平寺となり下流側川が、松岡地区となっている。以下の三市に接している。永平寺町から選出される。 福井県議会議員の定数は1議席である。現任期の満了日は2022年6月30日である。永平次長は福井市、大野市、勝山市、阿波ら市、堺市と構成される福井県第一区が選挙区となる。なお、当選挙区の衆議院選挙比例代表区、選出議員については比例北陸新越ブロックを参照のこと。 永平寺町は、参議院、北陸新越ブロックに属する。福井県選挙区は、参議院一陸の一つ。警察、消防福井警察署、永平寺文庁舎福井、大学病院図書館、永平寺町立図書館、松岡駅町内の鉄道及び、一般国道、主要地方道は、永平寺地区中心部から永平寺へのアクセス国道一本を、 除くとく流川と同様に山地区を東西に貫通している。朝鮮端部の南北に北陸自動車道がかすめ、くず川南岸の福井市境部に福井北 JCTIC がある。町内の公共交通機関は一元的な集約が行われていない。高速路線バス、空港連絡バス、福井市境部の福井北 IC に以下の路線が停車する。 一般路線バスと中部縦貫自動車道 A 平時、大野道路。ありがとうございます。